北海道の夫の実家からおやつがいろいろ届いてきました。それなので大好きな北海道メーカーを紹介したいと思います。まずこちら、これはホワイトパックです。ですね、この三つ星っていう会社が苫小牧というところで、ね、あるんですけれども、苫小牧は雪よりも氷の町なのでアイスホッケーが人気なんですね。それでパックっていうのはアイスホッケーであるところの、ボールみたいな黒くて丸くて潰れた形のものなんですけど、それのモチーフになって、それをモチーフにしたものです。はい、ホワイトパック、これがですね美味しいんですよ。私大好きなんですよ。そんなのどうでもいいですか。下がモナカです。でホワイトチョコレートです。でクッキー、このクッキーがなかなか香ばしくて、それからホワイトチョコレートの甘さ口にとろける、ここがザクザク、そしてなんかモナカがこう妙な絶妙な不思議なお味です。もち米、ココアバター、砂糖、カシューナッツ、くるみって入ってるからこのザクザクが美味しいのかなと思います。持ってると溶けてきちゃうのでいただきます。こういう風に下に粉がバラバラとなってしまうので食べ方は難しいです。でも美味しいです。イメージ的には丸いけれども、この丸いスケートリンクにパックが落ちてるというような感じですかね。パックってこのホッケーに使うボールみたいな潰したのは黒いんで、そういう感じだと思います。引き続きまして、北海道フロランタンタン、なんとなくイメージできますでしょうか。ひまわりの絵です。つまり中にひまわりの種がいっぱいということです。これは今回送ってきたのは初めてかな。ありがたいことです。これも三つ星のお菓子です。北海道のお菓子屋さんっていうと、皆さんは森本とかドゥーグルフロマージュって森本だったっけ、どこだっけ、なんかそういうのが有名かもしれませんが、三つ星はずいぶん昔から頑張ってるところなんですよ。それでですね、ほらこんなに、うわ、箱のあー、よいしょ、お皿乗せちゃう。下にクッキー部分がありまして、こんなに層が厚く種が飴で固めてありますよ。種って言うとあかんな、ひまわりの種とクッキー生地。さあいただいてみましょう。これそんなにしょっちゅう食べたことあるわけじゃなくて、でも美味しいです。飴がねまたね、いい感じでパリッと言うんですよ。このザクザク噛んでる音も動画に入ったらどんなにパリパリしてるか分かるのにという感じがしますが、はい、また食べるのにこぼれてちょっと大変だった。うちはデグーっていうネズミを飼っていて、床をうろちょろさせてお散歩したりするんですけど、こういうの落としたらあかんですね。かなり香ばしいです。この香ばしさの中に下のクッキーの甘さが優しくふわっと広がる感じかな。北海道って確かひまわり畑がガーッとあるところもあったと思うんですけれども、それをイメージしていただけたらと思います。この三つ星は千歳空港にも入ってると思います。引き続きましてこちら、映るかな、ハスカップ羊羹。ちょっとこれ今回初めて見ました。ハスカップっていうのはブルーベリーに似たような感じで、北の国に自生してるらしくて、北海道苫小牧では結構小さい昔から有名らしいんですけれども、
人為的に育ててるところでは南は茨城県が最南端だっていうふうに聞いたことがあります。これはあのお土産品では飲み物でドラキュラのなんとかとか、あとイロハスハスカップとかいろいろありますね。あの本当に紫色でブルーベリーみたいな使い方をしてるんですが、本当のところはめちゃ酸っぱいです。でもハスカップの農家の人があの良さげな木を集めて、甘そうなのを集めてってやって、ハスカップを育てていてはるらしくて、最近のそのハスカップは甘くて美味しいのがいっぱいです。にょにょ、こんな感じ。これ出すのどうしようかな。あ、今ハサミでここ切ったんですけど、チューとここで切るところありました。なるほどね、ここからお分けくださいだって、よく見てなかった。これをピューって開けたら、あのほらオフィスやら何やらでも食べれてっていうことですよね。こうやってここでチューと切って、ちゃんと映ってたかな。今自分の手元に夢中やった。こうやって食べてください。あ、ここにハスカップ入ってるの分かりますかね。ここハスカップが入ってます。いや、ハスカップって結構酸っぱいので、この酸っぱいのと甘いのでなんかいい感じになってるんでしょうか。よいしょ、ぎゅ、うん、あとはつぶつぶかな。いただきます。うん、ようかんだ。今ちょっとダジャレを思いついたけど内緒です。小学生の子供がいるとダジャレをよく思いつくようになります。ああ、あんまりハスカップっていう感じはしないかな。でもあの羊羹としてはすっきりしてるかもしれない。私あんまり羊羹を好きっていうわけではなくて、そんなしょっちゅう食べるわけじゃないんですけど、でハスカップ羊羹、砂糖、白あん、ハスカップ、寒天、食塩ということでした。苫小牧の三つ星です。苫小牧車で走るといっぱいありますので見てください。なんかね、店内でいくらか買うと150円のじゃないソフトクリームが半額で食べれたり、あのイートインコーナーがあって紅茶がじゃないコーヒーが好きに食べられたりする、飲めたりするんですよ。そして最後、なんでこの栃木米花、米花は栃木っていうのが入ってるのか謎です。北海道土産なんじゃないかなと思ってたんだけど、マルヒコ製菓日光工場、あれこれは北海道のお菓子じゃなかったみたいなんで、また今度、また今度なのかしら。まあそんな感じで、まあいいや。うわ、後から来るこの羊羹の甘さが、飲み物飲みたくなってきました。口の中は平気なんですけど喉にきますね。はい、今日は北海道の三つ星のおやつ、ホワイトパックと北海道フロランタンタン、そしてハスカップ羊羹ご紹介しました。美味しくいただきましたよ、実家のお母さん。以上です。